岡ビル百貨店の外観、東岡崎駅周辺地区整備事業。岡崎市は駅前整備とともに駅ビルの新築を計画している。岡ビル百貨店は、かつて愛知県岡崎市に存在していた商業施設。名鉄名古屋本線東岡崎駅の駅ビルである岡ビルの2階と3階にあった。老朽化や客足激減のため、2021年5月31日を、 持って業した1958年7月19日に、名鉄名古屋本線東岡崎駅の駅ビルである、岡ビルが完成し、同時に岡ビル百貨店も開業した。1967年4月1日には2階部分、同年5月20日には3階部分も増築。昭和40年代、50年代がピークであり、最大で28店舗が入った。 1985年以降には郊外型、商業施設のイオンモール、岡崎などに押され、徐々に店舗数が減少していき、最末期は3階にあった、洋食店、キッチンコモを含む4店舗が営業を継続していた。2021年5月21日、ホームページにて、同31日をもって閉店することが発表された。その後の5月31日に閉店したが、 跡地の再開発予定は、閉店時点で未定である。愛知トリエンナーレ2013、愛知トリエンナーレ2016の会場となった。校舎では、現代美術家の二藤武虎の作品群が展示された。駅ビルという高立地ながら、百貨店内はひっそりと静まり返っており、中京テレビの情報番組、キャッチ。で取り上げた際は、訳けあり物件と一頭両断している。 ありがとうございます。